8月8日？はい、皆さんこんにちは、ガムシロと申します。ということでね、NG 続きをプレイしていきたいと思います。はい、ということで、まあもうそのまま進めていきます。店に着いた時間は集合時間より少し早かった。夏美さんは今日来てないな。さてどうしたもんか。え、何？ぐっ。あ、始まりか。急の目前に襲われてこの場に崩れ落ちそうになる。この感覚は口でしょ。来た。もう口が来た。どこからかささやくような声が聞こえてくる。おとぎ草子の始まり。まさかり担いで首太郎、金時様にそなお備えだ。ワン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 、犬の首。来やがった。かぐやの呪いだ。俺の死を告げるタイムリミット。死神の足音はすぐそばまで迫っている。畜生。抑えきれない不安が汗の玉となり、額や頬をじっとりと濡らす。今晩中にどうにかしないと。おはようございます。おはようございます。早いね、ガム君。てんてんてん。顔汗だらけだよ。どうかした？なんでもない。もしかしてさ、呪い来た？わあ、バレてる。なんでわかるんだよ。なんとなくかな。守護霊がささやいてくれたのかも。多分俺の顔色から察したのだろう。相変わらず心霊絡みの勘は鋭い。どうした？よし、私が何とかしてあげる。は？任せなさいって。葉月は近くのテーブルに自分のバッグの中身をぶちまけた。中からは財布やら化粧ポーチやら銀紙のウィッグやらの他に、なぜかボトルに入った墨汁、筆、すずりが出てきた。まずはこれだね。そう言って手を伸ばしたのは銀紙のウィッグだった。なんでクルセモモになろうとしてんの。よっと。こちらクルセモモ、あなたのハイボレーは今日も元気にしてる？これはもうあれですね、定型文みたいな感じかな。定型文というかもう挨拶なんでしょうね。これ必要なのか、その返信。気分は大事でございますよ。木彫りの仏像より金の仏像の方がキラキラしてご利益がありそうでしょ。キラキラ輝く銀の髪をかき上げながら、クルセモモ姿の葉月は微笑んだ。さてと、準備。葉月は硯に墨汁を注ぎ始めた。おい、何を始める気だ。私般若心経266文字を暗記しているのが自慢なのですよ。答えになってねえぞ。さて準備完了っと。ではガム君、服を脱いでくださいませ。は？耳なし法一の話はご存知ですよね。悪霊から逃れるため全身にお経を書いてもらったけど、耳だけ書き忘れてて悪霊に耳を持っていかれた、あの話です。まさかお前俺に念仏を。ご安心くださいませ。階段のようなドジは踏みません。足の裏から耳の裏までしっかりとありがたいお経を書いて差し上げましょう。それでガム君に危害を加える怪異や霊障を退けられるはずです。なばかな。クルセモモを信じなさい。信じる者は救われるのです。ほらほら、早くお脱ぎになって。どうするよ、一応乗っとくか。
その表情を見るに事情を理解していただけて、いただけたようですね。素直で結構でございます。葉月に促され、まずはパーカーを、次にシャツを脱ごうとすると天の目が入ってくるんじゃない、最悪やん。何をしてるんだ。葉月の前でシャツを脱ぐ俺を見て天の目が目を丸くしている。お邪魔だったかな。あ、お邪魔だった。おい待て、誤解すんな。天の目に事情を話して誤解を解いた。解けないだろ。それはひどいな。バカバカしくてため息しか出ないよ。絶対に効果あるはずなのに、般若心経を書きたかった。書きたかっただけ？葉月さんの狂気はともかくだ。呪いが来たのはまずいな。きっと大丈夫でございますよ。浦島女の時だって死の運命から逃れましたもの。そうだね。今はただ信じるしかないな。こうなった以上、今晩中に何としてもケリをつけないとな。それがなかなか厳しそうだよ。どういう意味だ。来る前金徳町の様子を見てきたんだが、昨晩より警備が強化されてたよ。どうも斧を持った大男を目撃して通報したやつがいたらしくてね。おかげで厳戒態勢さ、どこの通りもパトカーが陣取ってる。勝ち込みでもあったかのようなバカ騒ぎだよ。天野目くんは確か警察に、なんだ、なんとかの方がいらっしゃいましたよね。なんとかなりません。もちろん試してみたさ。けどあそこの責任者は昔敵の堅物でね、つけ入る隙入りがなかった。数日をかければ埃が出ると思うけど、この短時間じゃ無理だ。なんてこった。ふむ、弱りましたね。どうせならこの騒ぎの中に首太郎が現れたら面白うございますのに。それは楽しそうだ。警官の慌てふためく姿は見ものだな。騒ぎが起きれば隙もできる。ふむ、騒ぎか。金徳町でバカ騒ぎを起こせば、あるいは。おい、手があるのか。一つだけね。あまり関わるなと言った手前、あいつは使いたくなかったんだけどね。あはは、丸橋か。ちょっと失礼するよ。電話かける。天の目は店から出て行った。あいつって、あいつってやっぱりマリちゃんでしょうね。何をやるつもりでしょうか。少しドキドキいたします。わざわざ外に出て行ったということは、ろくでもない相談に違いない。だが今となってはそれだけが頼りだ。天の目はすぐ戻って、すごい嫌な顔してんな。いやーごめんごめん。丸橋にさ、事務所の犬の散歩を頼んでおくのを忘れていてね。適当なことを言っているが、あの顔だとうまくいったのだろう。そういや、僕は夕食がまだでね。駅前に何か食べに行こうよ。おごってやるから。随分唐突だな。そうかな、君もお腹は空いてるだろう。まあ、実際の僕もお腹は空いてますしね。一応、ニコニコしとこうか。おや、すごく嬉しそうだね。この状況でそんな顔ができるなんて、極道顔負けのクソ度胸だよ。面白い男だな、まったく。待てば、カイロの日和、日和ありだ。日和でいいのかな。のんびり飯を食ってる間に、事態が好転するかもしれないしね。ほらほら行こうよ。あれ、葉月になってる。三人でご飯食べるの初めてだし。葉月は乗り気らしい。いつの間にか変装も解いて、外出準備はバッチリだ。私ね、いいお店知ってるよ。過労死した従業員の霊が出るって噂の。そう、そっちの方面のサービスは間に合ってるから結構だよ。どうせ今夜もゲップが出るほど味わうことになるだろうしな。確かにね。この後、天の目と葉月と一緒に回らない寿司へ行った。いいなぁ、寿司食いて。寿司いいなぁ。初めてで勝手がわからない俺に対し、二人は手慣れた様子で注文をする。格差を見続け、あ、まあ、そうか。
そうだよね。ガムシロップくんは、ただの高校生だからね。片っぽは有名アイドルで、片っぽは極道の息子でしょ。そりゃそうか。夕食を食べ終わった後、駅前のロータリーまでやってきた。あれ？なんか交番が騒がしくない？交番にいる警官の数が多く、殺気立っているようにも見えた。耳を澄ませるまでもなく、警官の怒号がこちらまで、怒号じゃないな。警官の怒声かな？がこちらまで聞こえてくる。なんで金時町でマルソーが暴れてんだ。なんだマルソーって。集会の話なんて聞いとらんぞ。どうも急に決まったみたいで。レッドクレストの初代総長が一声かけたらしいです。レッドクレスト？トサカ野郎のカリスマは失われずか。え？マルハシってそんな中カリスマ持ってんの？嘘やん。こっちの対応はどうなってる？金時町担当の連中が追ってます。は？なんで？後期の仕事だろ？それが上の命令なんですよ。現場は嫌がったんですけど、行けって言われたみたいで。どうやら金時町に暴走族が現れて派手に現れたらしい。上のゴリ押しで現場の警官がそれを追わされてるようだ。初代総長のトサカ野郎って。まあ、まさかね。いやいや、偶然って怖いね。けど絶好のチャンスだ。ああ、わかってる。さっさと金時島へ向かうぞ。首太郎がまた現れるとしたら、あの古井戸の周りだろう。危険だが、生き延びるには行くしかない。やべえ。早くない？薄に浮かび上がった口か、下品な笑い声を立てて笑い始めた。やばい、もう来た。おとぎ話、おそぎ草子はいよいよ大詰め。金時杉のすぐ下でか。何を言ってんだ俺は。頭捧げて願い事。残された時間はあまりないらしい。おい、大丈夫か？なんとかな。さっさと行こう。さて、天の目と葉月、どちらを連れて行こうか。さあ、どちらを連れて行こうか。どうしようかな。やっぱり葉月がいいな。葉月にしようかな。だって天の目、まあ天の目ね、やっぱりあれじゃないですか。あの怪と戦ってもね、ちょっとまあまあいいか。葉月にしよう。葉月を連れていくことにしますね。はい、分かった。天の目くん、留守番よろしく。ああ、何かあったら携帯にね。あ、そうだ、すでに調べた場所でもまた何かあるかもしれないね。その辺注意しながら進んでいこうか。はい、じゃあ進んでいきましょうか。もう一回じゃあ調べるか。ここら辺はでももう調べたもんな。書いてあることは全部一緒ですね。ほぼ一緒か。よし、じゃあ金時町に行きましょうか。
饅頭以外にこれといったものはなかった。はい、いざ酔いセール結局一緒か。何にもないな。ここら辺ももう一緒ですね。全部一緒か。前回読んだ感じと一緒ですね。そんなになんか変わってるところがあるとは思えないけど、一応全部調べときましょうか。うん、いいな。もう終わったな。他はないのか。どうしたのシロップくん、急に空を 見上げちゃって。嫌な空が鳴ってると思ったよ。言われてみればそうだね。でも雨が降りそうな天気じゃないよ。だよな。そういえば金時町って落雷多いんだっけ。ああ、杉がなくなったから。金時杉の雷よけの五加護が消えちゃったから。気をつけた方がいいかも。って気をつける手段もないけど。なんかお供え物いっぱいあるの。あれ、お供え物が増えてるね。昨日はぬいぐるみなかったよね。葉月の言うように踏切のそばにぬいぐるみが置かれていた。こんなところに置いてたら首を首太郎に持っていかれそうだな。そうだね、首太郎に見つからないといいね。ぬいぐるみ構ってないで急いで行くぞ。え、ぬいぐるみ持って行った方がいいんじゃない。じゃあ結婚はない。遮断機は ここら辺はでも変わってないの。さあ、葉月で渡れるのか。まあ前回渡れたんでいけるでしょうけど。うわっ、あ、そうか、暴走族か。なんか転がってんな。パトカーだね。見りゃわかる。なんでひっくり返ってんだ。暴走族が暴れたって話だし、そいつらがやったんだろうね。茶目っ気でさ、とんだ茶目っ気もあったもんだな。壁にいろいろ書かれてるよね。おまわりさんが追いつかれる、ん？おまわりさんが追いかけるのも無理ないよね、これじゃ。誰かのポケットで電話が鳴った。あれ、鳴ってない？ん？あ、俺のか。誰？はい、もしもし。チース、お疲れさんす。え、ガムくんすか？チース、お疲れさんす。マルハシ？意外な相手からの電話だった。なんで俺にかけてきてるんだよ。いや、その、坊ちゃんにかけにくい事情がありやして。あ？それより、現状報告っす。頼まれた集会の方は、もうお開きにしちまいました。いやー、久しぶりにかっ飛ばして、現役時代を思い出しやしたよ、ははは。このパトカー、お前らの仕業か？そうっす、そうっす、マジウケるっしょ。って、もうそこまで来てるんすか？実はね、自分も金時町にいるんすよ。坊ちゃんには内緒っすけど。俺にかけてきたのはそういうわけか。まあそうっす。あの、ガム君から坊ちゃんに取り出してもらえやせんか？考えておこう。で、今どこにいる？へい、金時町の、金時島のすぐそばっすよ。こいつやばいんやない？なんでわざわざ金時島のすぐそばにいるの？
ガム君たちも金時島に向かってるんでしょ。坊ちゃんに聞いた話だと例の井戸開けたんすよね。いや早く見てみたいっすよ。ガキん頃から気になってたんすから。おい気をつけろよ。昨日そこでヤバい目にあったんだ。大丈夫っすよ、分かってますって。のんびりまんじゅうでも食いながら、これ絶対やばい、これ死亡フラグじゃん。のんびりまんじゅうでも食いながら待たせてもらいやすよ。ではまた。いやー丸橋、できれば逃げてくれないかな。なんか危ねえな。丸橋が金時島で待ってるそうだ。すごいね、あんなところに一人で行くなんて。とはいえ昨日の首太郎が出た場所だ。合流するのは急ぐべきだろう。あんまり待たせたくないな、さっさと行こう。さっさと行くのはいいけどさ、ちょっとただデカデカと文字が書かれているだけでアート的な要素はどこにはまあまあそうね、だってよろしくとか天上天下唯我独尊とかすごいなんか昔って感じ。あれなんて読むんだろうね。相思相愛か。恥ずかしいな。まるで目立つことしか考えてないような落書きだ。電信柱にはまあまあまあ、これは見、これは一緒か。道路には様々な種類のタイヤ痕がつけられている。相当な人数で走り回ったようだ。お、なんかあるかな。めぼしいものはなかった。無残な姿でひっくり返っているパトカーがある。相当派手に落下していったようだ。あ、別にこれを調べられるわけじゃないのか。荒れてんなこの、ま、街吉祥寺は荒れてますね。これといった目ぼしいものはない。12番地。あ、ビニール袋、使えそうなものは入ってないな。あー、なんだ、鉄塔が見える。あー、これも見たことあるな。じゃあ行きましょうか。着いた。金時島の周辺は普段の様子とは変わりなく静まり返っていた。あれ、ここで待ってるって言ってなかった？あ、そのはずだが。大丈夫か丸橋。しかし目を渡した限りではどこにも丸橋の姿はない。いやーちょっと待って、これ井戸の中調べたらさとかないよね。それはちょっとやめてくれ。ちょっと丸橋に愛着が湧いてきたので。本当に嫌だな。生きててくれよ丸橋。井戸は最後にしましょうか。特に何もなし。じゃあ井戸か。井戸の向こう側に金時饅頭の紙袋が落ちていた。やばいねー。マジ？昨日はこんなものなかったが。そういや丸橋のやつ饅頭を食いながら待つとか言ってたな。あいつ捨てたのか。それがここにあるってことはまさか丸ちゃん勝手に井戸を開けたんじゃ。かもしれない。丸橋には気をつけると言っておいたが、あいつのことだ。退屈を持て余して開けてしまったのかもしれない。開けてみる。いやーこれさーマジで丸橋の首入ってたらちょっとショック。ああ中を確認する必要がある。昨日の出来事が頭をよぎる。井戸が首太郎にとって大事な場所なのは間違いないだろう。
蓋を開ければ何が起こるかわからない。頼むぞ。丸橋の首はないでくれ。本当に。ちょっともう愛着湧いてきたから。中を覗き込むと。ああ、よかった。丸橋の首はなかった。なんか、目つぶったなんか人みたいなやつがあるけど。井戸の様子は昨晩と変わらなかった。首太郎が弟を元気にするために集めた首が並んでいる。いや、一つだけ首が増えている。あの時渡した犬のポーチだな。首太郎のやつちゃんと回収したのか。残念、まるちゃんは隠れてないか。いや、隠れてるっていうかさ、まるちゃんの首が入ってたらちょ怖かったよ。それでどうするの？そうだな。昨日は首太郎が来たせいで井戸を調べる時間がなかった。念のためちゃんと調べて、見ておくか。井戸の中に手を伸ばし、並んだ首をかき分ける。マジ？漁っちゃうんだ。浦島池の死体の時といい、ガム君ってすごいね。こっちは命がかかってんだ。生きる子のためなら何だってやるさ。ウサギのバッグを開けてみると、こいつは？え、ボロボロのぬいぐるみが入っていた。首がゴロゴロ転がっていた井戸の中でこいつだけ逆に首がない。これが弟の、じゃあ弟とされてたあのぬいぐるみなんじゃない。首のないぬいぐるみを手に入れた。井戸の調査はこのくらいかな。それよりまるちゃんはどこ行ったんだろう。さあ近くにいると思うが、携帯を取り出し着信記録を見た。どうするの。丸橋の番号にかけ直してみる。ここら辺にいるのなら携帯の音でわかるかもしれない。そっか、大声で叫ぶわけにもいかないもんね。丸橋の番号を選び発信する。え、近くにいる。あ、鳴ってる鳴ってる。どっからだ。頼むぞ、生きててくれよ。この方向からだと鉄塔の反対側じゃないかな。あっちか。来た。やばい。口たちの絶叫が脳裏を突き刺さった。おとぎ草子はめでたしめでたし。いけない、覗いては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 いけない。井戸の中を、井戸の中を、井戸の中を見て、覗いてしまった、覗いてしまった。ん、どうかした。いや、なんでもない。葉月にバレないように動揺を押し隠す。正直に話して心配させても仕方がない。やばいぞこいつは。急がないと。急がないとって言われてもさ、聞こえたの鉄塔の裏側、裏側の、わあ、回り込んでさ、どうなってんだろう。生きててくれよ。フェンス沿いにぐるりと回り込むと、太鼓腹を抱えるようにして休息している見慣れた男のシルエットがあった。やばい。うわ、びっくりした。もうちょっと首から血が出てるけど、なんでこんなところに座り込んでんの。いやー、これさ死んでるんじゃない。
丸橋はピクリとも動かねえ。まるで寝入っているようだ。おい丸橋、何やってんだ。いい加減そのふざけた思いを脱げよ。マスクに触れるとそれはあっけなく地面に落ちた。まるで中には空気しか入ってないようなそんな軽さだった。そして事実。え、うわー、丸橋マジ？マスクの中には何も入っていなかった。ちょっとショックだ。丸橋へ。う、突き刺さるような痛みが心臓に走った。そこにあるはずの丸橋の頭部は完全に消えうせ。その代わりに切断面にはプラスチック製のおもちゃが所狭しと突っ込まれていた。目に映るものを何とか解釈すると、逃れるように地面と倒れ込んだ。首太郎だ。首太郎が丸橋を。血の味がする液体が口の端から溢れた。いつの間にか食いしばった奥歯が頬の肉を噛みつぶしていた。うわ、痛い痛い、そんなことせんで。太ったらこういう感じになるかな。え、確か太ったら確かなんか口の中怪我するはずなんですよ。はずっていうか何言ってんだ。まあいいや、とりあえず頬の肉を噛みつぶしたって、嘘でしょ、こんなの嘘だって。呆然とした葉月の声に現実へと引き戻される。あの電話があった時丸橋は生きていた。つまり丸橋が死んだのはほんの少し前だはずだとすれば、いや、いるよね。あ、いたいたいた。夜風に乗ってわらべ歌が流れてきた。やつだ、首太郎が来る。井戸をごそごそしているのを見られたら何されるかわからないよ。まるちゃんもきっとそれで。井戸の近くにいるのは危険だな。一旦近くに身を隠そう。すぐ近くから首太郎の声がした。キョロキョロするな。やつはまだ井戸に気づいていないようだ。でもどうするの、このまま駅前まで逃げる。いや、あの井戸の周り、あの井戸のありさまを見たらきっとやつは怒って追ってくるはずだ。どっちにしてもタイムリミットも近い。腹をくくってどこかで対決するしかない。ならさ、どこで首太郎と戦うの。そうだな、俺たちにとって有利な場所、それはどこだ。昨日の金時と、それに自宅に現れた首太郎、これまで会ったことを思い出すんだ。これまで会ったこと、はい。ちょっと待って、やつは何に驚き何を嫌っていたか。迎え撃つなら、でも踏切前が変わったものがあったよ。なんかいろいろ置いてあったし。ああ、いや、どうするどうする、いや、踏切前。ああ、グッド、なんで。踏切前まで戻るぞ。いや、なんかお供え物がめっちゃあったからさ。まあまあいいや、グッドになったからいいや。通りを静かに走り抜け、なんとか踏切前まで移動した。確か首太郎は光を嫌っていた。ここは車もよく通る、うまくすればなんとか。あ、そんな理由。いや、そんな理由じゃなくてさ、なんかお供えのものがいっぱいあったからさ。なんでクリアになったんだ、今からだろ、クリアじゃなくて。
遠くから首太郎の声が聞こえた。普通に現れたな。やっぱり追ってきたな。しかし首太郎こちらを見失っているのか、通りの奥で立ち止まったままだ。少し時間が稼げそうだ。ねえねえ、この場所ちょっとおかしくない？そう言われて辺りを見回すと変なことに気づく。付近の街灯がなぜか消え、あ、本当や、すべて消えている。あのさ、懐中電灯は大丈夫なの？とっさに懐中電灯を取り出し何度かスイッチを入れてみる。ち、どうなってる？え、っていうかこれ首太郎のせいかな？せいなの？いよいよとなれば懐中電灯の光をやつに浴びせて逃げるつもりだったが、もはやそれは望めない。近くには車やバイクの姿もない。クソ、万事休すか。とその時普通に電車は通るんだ。これどうするんだろう。あ、引かれるパターンかな。首太郎が踏切には遮断機が下り、警報器の光が光光と点灯点減している。これはどういうことだ。遮断機はの光は生きてるということは、ここでそう、ここでそう、心の奥底で直感が響いた。なんだ。おい、どうにか首太郎をすぐここへおびき出せないか。うん、急に言われてもね。私の鍛え上げた女優ボイスで魂の絶叫をすれば、もしかしたら。この際何でもいい、それで頼む。わかった、じゃあ行くよ。葉月は限界まで空気を吸い込むと恐ろしい金切り声を上げた。どうだ、よし、気づいた。遠くに見えていた首太郎の姿は消えた。だがすぐに近くに現れるはずだ。姿を消している間に闇を移動してまた現れる。これまでもそうだった。来た、やはり近づいている。いやいや、踏切渡ってこいよ。返せよ。ああ、首のないやつか。返せだと、何を返したところでどうせ今更。それに、どこまで逃げようとやつは俺を追ってくるはずだ。かすかな直感を指示、改めてこの場所で活路を見出すことを決意する。首太郎にとって弟とは何だったか、そして何度も金時様に願ったこととは。大切な弟のためなら奴はきっと何も恐れない。だからこそ今この場所でなら終わらせられるかもしれない。集中しろ、考えるんだ。え？うわ、とりあえずこっちじゃない？お供え物いっぱいあるからさ。あ、ぬいぐるみが置かれている。え？ぬいぐるみが置かれている。何だ？金時まんじゅうか。お供え物に金時まんじゅう。どう？やつは返してほしいものは金時まんじゅうのはず。違うような気がするけど。だったらこれをおとりにして。もう少しあいつが近づいてきたら。返せよってやっぱ弟やね、やっぱり。よし、今だ。ほら、こいつが欲しいんだろ、ここに置いとくぜ。絶対違うな。返せよって言ってるからさ。その瞬間意識飛ぶだろこれ。
怒りの声とともに首太郎の姿は消え、目の前に現れるんでしょ。あ、後ろに来たか。ガム君後ろ。な、マジか。振り返ろうとした瞬間、うわぁ、首に強烈な衝撃を感じたかと思うと、プツリと幻影が、あーまあまあ確かにね。はい、ゲームオーバーでしょ。あー、ゲームオーバー。まあ金時まんじゅうなわけないよな。すいません、もう一度挑戦します。はい、戻ってきました。首太郎にとって弟とは何だったか、そして何度も、金時様に願ったこととは。大切な弟のためなら奴はきっとそれを何も恐れない。だからこそ今の場所でなら終わらせられるかもしれない。集中しろ、考えるんだ。はい、まあ普通に考えたら、でもこのお供え物でも関係ないのかな。いや普通に考えたらですね、多分ここに首のない縫いぐるみを置けば、多分あいつは引かれて死ぬと思うんですよね。ただこれはまああくまで僕の推察なんでわからないですけど、こいつでやってしまうと破壊ないような気がして、金時まんじゅうではないから。でも返せよって言ってるから一旦これやってみるか。だってこれしかないもん、関連するようなやつって。獣のような強烈な匂いがする。これはだってこれでしょ。これでいっか、行ってみよう。線路内、首のない縫いぐるみ、はい、実行します。そうだ、あと少しで電車が来る。強烈なヘッドライトとともに、首太郎が返してほしい弟はこの首のない縫いぐるみに違いない。だったらこいつをおとりにすれば首太郎の底へ。あとはタイミングを。まだだ、まだ早い。返してやるよ、もうちょっとしたらな。よし、今だ。ほんの一瞬呼吸を整え、首太郎に向かって叫ぶ。首太郎、弟を返すぞ。線路へ首のないぬいぐるみを投げ込む。すると、来た。首太郎は泣きながら消えたかと思うと、すぐに線路内に現れ、首のないぬいぐるみを拾い上げた。首のないぬいぐるみをまじまじと見つめ、首太郎は喜んでいる。消えた。強烈な光を浴びた首太郎、あー破壊。あ、なんか出てきた。苦しみながら溶けるように消えていった。これ良くないな。クリアしたけど、やったぞ。やったけどさ、救済じゃないな。いや助かったでしょ、一応。ささやき声は消えてなくなった。今夜もなんとか生き延びることができた。また怪異倒しちゃったね。本当にすごいよ、神くんは。シロップ、天の目、よかった、無事だったか。天の目は全速力でかけてきたのか、肩を大きく揺らして息をしている。どうしてここに。状況報告に決まってんだろ。サツが話しているのを聞いたんだ。暴走族を追っかけてた連中がそろそろ金時町に戻ってくるんだと。え、そのために走ってきたの。電話すればいいのに。
もちろんしたさ。けど君たちが出ないんだろ。携帯を確認してみると確かに天の目からの着信が数件ある。私たちが気づかないのは仕方ないよ。さっきまで首太郎と戦ってたんだし。首太郎だって。俺と葉月は天の目に今夜の出来事を伝える。もちろん丸橋の死についてもだ。わあ、これちょっと天の目さ、責任感じるよね。天の目は黙ってそれを聞いていた。必死に感情を抑えているとは、必死に感情を抑えていることは強く噛みしめた唇からわかる。やがて震える声で言った。バカ野郎が、こうなる予感があったから関わるなって言ったのにさ。親父やあいつの家族になんて説明すりゃいいんだよ。死んでからも俺に迷惑かけやがって、畜生。他人ではない知っている人間の死、その事実が俺たちに重くのしかかる。あそこにあるのは帽子。踏み切りの方へ目をやると、首太郎が消えた場所に街灯を受けてもんやりと輝く大きな血だまりが残っている。その上に汚れた体操棒が落ちている。恨みし女の時はあの血から網のビジョンが読み取れた。やってみよう。血だまりへと近づく。指をゆっくり押し当てた。お、網。暗い場所に座り込んだ網の姿。前と同じ光景だ。これじゃ何もわからない。もっとだ。もっと俺に見せてくれ。針の先端を見つめるときのように研ぎ澄ました意識を一点に集中する。霧が晴れるようにして周りの様子が明らかになった。灰色のタイルを敷き詰められた床と壁、ホースとシャワーノズル。これは浴室なのか。かぐやちゃん。アミーの声は前より鮮明に聞こえる。私をさらったのはお兄ちゃんと遊ぶためなの？どうしてお兄ちゃんじゃないといけないの？かぐやちゃん教えて。NG って何？あ、え？ここで出てくるの？ NG って。はい。NG？ 見えた。アミのいる場所が。だがなぜ浴室に。アミが消えたのも浴室だったが関係、浴室だった関係があるのだろうか。あ、笛の音。どうしたのか、ガム君キョロキョロしちゃって。何言ってんだよ。この笛の音が聞こえないのか。笛の音？それっぽいものは聞こえないけどな。まさか俺にしか聞こえないのか。そうだよ。え、普通に喋った。かぐやはね、お兄ちゃんとだけお話ししてるの。頭の中にかぐやの声が響く。首太郎言ってるよ。かおるちゃんの首が欲しいって言ってるよ。え？かぐやもお手伝いするの？どういう意味だよそれ。おい、答えやがれ。なんだよ、大声出して。どうしたんだい？空が鳴ってる。夜空を見上げてみたが、やはり雨の降りそうな気配はない。変な天気だよね。え、ちょっと待って。これ、よくないな。ずわりと背筋におかんが走った。何かとてつもない、とても嫌な予感がする。すぐにここから離れろ。え、
どうしたのガム君、急げ早く。俺が反射的に地面を蹴った瞬間、空気を切り裂く音とともに目の前が真っ白になった。え、どうなったの、何が起きた。アスファルトからよろよろと立ち上がり、踏切の逆方向、逆側へと視線を移すと、天の目が倒れてる。しかも粉々に砕けた街路樹が散らばっていた。火をまとった枝葉が黒い煙を上げている。さっきの閃光と、なんだ、とどろく音みたいな、まさか落雷なのか。目の前には天の目が倒れていた。天の目、俺は天の目のそばへ駆け寄ると体を激しく揺さぶった。天の目しっかりしろ。そんなに激しく揺さぶるなよ親友、骨がバラバラになっちまう。お前無事だったか。全然無事じゃないって。足をやっちまったみたいでさ、歩くのは難しそう、厳しそうだ。そうだ、葉月さんは？はっ、え、踏切周辺を探してみたが、葉月の姿はどこにもなかった。あいつどこへ。きっと雷に驚いて逃げただけさ。無事に決まってるって、そうだろう。だといいな。シロップ、一つ頼みがあるんだけど。なんだよ、救急車か。いや、そっちは自分に呼ぶつもりだよ。君が行った後でね、行った後にね。どういう意味だよそれ。君に頼みたいのはさ、僕じゃなくてこいつの方さ。穴の目が懐から取り出したのは例の改造銃だった。こんなものを持ったまま病院に担ぎ込まれるのはまずいだろう。僕の代わりに預かってくれ。物が物だし君しか頼めない。わかった、迷惑をかけてすまない。天の目から改造銃を預かった。天の目にしか撃てないらしいが、所持がバレたら銃刀法違反だ。家に帰ったらさっさと隠そう。よし、これでいい。ほらシロップ、さっさと行け。サツが来て事情聴取されたら厄介だ。ハジキを託した意味がないだろ。お前本当に一人で大丈夫か。おいおい、信用ないな。足は泣くほど痛いが、頭と口はしっかりしてる。うまいことごまかしてやるさ。あと葉月さんの連絡を頼んだよ。また連絡するからな。あとは任せた親友。そっちもヘマすんなよ親友。天の目を残し、俺は金時町から走り去った。背中でパトカーのサイレンの音を聞きながら、自宅へ向かって全速力で駆ける。夜特有の深い静寂に、自分の弾む息がやけに大きく聞こえた。やっとアパートの前までたどり着いた。首太郎との戦いから緊張が続いたせいか、さすがに呼吸が乱れている。天の目、あいつのことは心配だが、天の目らうまくやってくれるだろう。それより気になるのは葉月だ。一体どこへ。葉月からだ。葉月、ガム君無事だったんだね、よかった。それはこっちのシェフだ。おい、今どこにいる。金時島のそばの公園。もう歩けなくって。お前も足に怪我でもしたのか。まあね、足じゃないけどちょっと。わかった、詳しい話は後で聞こう。今から迎えに行く。いや、いいよ、ちゃんと自分で帰れるからさ。
無理すんな、死にそうな顔し声してんぞ。いいからおとなしく待ってろ。おい葉月、それでいいな。うん、分かった、待ってる。場所が分からなかったら電話してね。ありがとうシロップくん。なんか最後の言葉みたい。たくせばの焼ける。口で文句を言いつつも葉月の無事を確認できて安心した。俺は再び金時島へ向かう。あーちょっと待って、場所が分からなかったら電話してねってさ、丸橋の時と一緒じゃない？まだ発見されていないんだろう。金時島のそばの公園とか行ってたな。周りを見回すと目立たない位置に小さな児童公園があった。だがそこに葉月の姿は見当たらない。おいおい、何が待ってるからだ。仕方ないので携帯をかけ直してみる。公園の方からかすかにバイブらしい音が聞こえてきた。音を頼りにそちらの方へ歩き出す。公園のベンチの上で携帯のランプがチカチカと点検していた。もうすげえ嫌。葉月は携帯を置いてどっかに行ったらしい。自分の携帯を切るとベンチに近づいた。そしてそこにある葉月の携帯を手に取る。うわー、なんだよこれ。葉月の可愛らしい携帯はべっとり血で濡れていた。この血の量は尋常ではない。ここで何があったのか、俺には確かめる手段がある。あー、ブラッドメトリーか。こびりついた指に触れてみる。そして意識を集中させた。葉月、ガム君、無事だったんだね、よかった。それはこっちのセリフだ。お前今どこにいる？あ、これ電話した時か。まあね。うわー、足じゃないけどちょっと。お、マジかよ。葉月の全身は赤く染まっていた。首筋に大きな傷があり、そこから大量に血が流れている。どう見ても致命傷だった。私の首切れてるよね。葉月の思考が声になって頭の中に流れ込んでくる。なんで話せるんだろう。すごい心霊体験だね、母。口調の明るさとは対照的に葉月の声は震えていた。自分が今どんな状況なのか分かるわけがない。ただはっきりしているのは、この奇跡の先には確実な死が待っているということだ。分かった、詳しい話は後でな。今から俺が迎えに行く。いや、いいよ、ちゃんと自分で帰れるからさ。そんな、こんな姿見せたくないな。ガム君に心配かけたくない。無理すんなよ、死にそうな声してんぞ。いいからおとなしく待ってろ。ふふ、不愛想だけど意外に優しいんだよね。私はちゃんと知ってるよ。おい葉月、それでいいな。じゃあ甘えちゃおっかな。最後に顔見られるかもしんないし。うん、分かった、待ってる。場所が分からなかったら電話してね。あ、だから顔のところなんか葉月じゃないんだ。左の下のとこっすね。ダメ、頭がぼんやりしてきた。ちょっと間に合わなさそう。最後に言っとくことが何かあったっけ。
そうだ。ありがとう、シロップくん。ほら、やっぱりもう最後の言葉だったんだ、これ。うわー、首が落ちた。これは良くない。今ほど自分に目覚めた力をおぞましく思ったことはない。葉月に教えてくれたこの力がなければこんな光景見ずに済んだ。畜生が。無念と怒りが爆発し、衝動的に携帯を足元に叩きつけた。だがこの程度で気持ちが収まるわけない。壊れた葉月の携帯を持って銀時島の前まで戻ってきた。だが葉月の死体はどこ行った。いやもうどこ行ったっていうかさ、もうわかるじゃん。もう井戸の中でしょ。どこからか声が聞こえて、歌が聞こえてきた。楽しげで満足そうな声。やつが葉月を。クソ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 。殺す、ぶっ殺してやる。これやばいんじゃない。自分もさ、歌声を追って夜の金時町を駆け抜けた。だがどれだけ走っても声の主は見つからない。それなのに粘っこい不気味な声、歌声だけはつきまといように聞こえ続けた。やがて歌声は聞こえなくなった。金時島へ戻ってくると、葉月の死んだ公園へと目を向ける。葉月がどこにもいないのは、奴が持ち去ったから、持ち去ったからだろうか。開けた。井戸の中、あーよかった。井戸の中も覗いてみたが、首はなかった。もう俺にできることはない。無力感と絶望のせいだろうか、全身は鉛のように重かった。それを引きずるようにして、自宅に向かって歩き出す。うわあ、これは良くないな。天の目に葉月のことを伝えないといけないが、その気力はなかった。ああ、ファイルが更新されましたね。首太郎の正体は昔の地主、大石家の娘金子だろう。熊のぬいぐるみ、弟をよみがえらせようとしていた。井戸を開けた丸橋は殺されてしまった。失われた金時杉の籠、落雷が多発。現れた家具屋が雷を呼ぶ遊び、嫉妬。はあ、マジか。寝ましょうか。休みましょう。ベッドに倒れ込むとすぐに目を閉じた。だがもちろん寝られるわけがない。まぶたをきつく閉じても丸橋と葉月の死の光景が浮かんでしまう。あいつらは事件に巻き込んだ俺を恨んでいるのだろうか。結局この世は一睡もできなかった。へえ、カン。天の目葉月編カン。セーブしますか。はい、ということで、ですね、このまま進めるのはちょっと嫌なので、ちょっとやり直して、葉月を救う方向でいきたいと思います。はい、ということで一旦じゃあここで
また、なんだかな。また閉まらないな。ちょっとやり直していきます。はい。はい、戻ってきました。首太郎にとって弟は何だったのか、そして何度も、金時様に願ったこととはということで、今回は、もう本当に、葉月が死なないように、いきたいと思います。弟のためなら、大事な弟のためなら、奴はきっと何も恐れない。だからこそ、今の状、この場所で終わらせられるかもしれない。集中しろ、考えるんだ。ということで、すいません、ちょっと、攻略を見ました。これに対してですけど、まずですね、このなんだお供え物で、なんだ、カッターを使用するらしいです。なんでカッター？お供え物に。こいつを見てみよう。クマのぬいぐるみだよね。カッターなんかでどうするの？首太郎が大事にしている弟は多分首のないぬいぐるみだ。その首のないぬいぐるみは元は何のぬいぐるみだった？わかった、そうか。このクマの首を使って首太郎の願いを叶えるんだ。クマの首にカッターを突き立て、一気に頭を切り離す。任せて、ちっちゃい頃から音楽と工作は得意だから。葉月は器用にガムテープを使い、ぬいぐるみの首に頭、ぬいぐるみの首に熊の頭を取り付ける。さあできたわよ、これで完璧。すげえ手際だな。修復して完成したぬいぐるみは元からその姿かだったかのような出来が、そんなに鮮明に。よし、上出来だ。修理したぬいぐるみを手に入れた。ああ、なるほどね。じゃあこれを使うんだ。時間をかけた分代償は大きかったね。葉月が驚きに歪んだ顔を浮かべて指さす方向を見れば、やつが踏切の後ろまで来ていた。さあどうする、失敗を許されない。だがここで終わらせるんだ。そのために準備はできている。恐れるな、自分の直感にしか従え。いやもうこれでさ、わけわからん饅頭とか使った意味ないでしょ。さすがにわかるわ。もうで首太郎に、修理したぬいぐるみを渡すらしいです。合ってんのかな。ではこれで合ってると思います。首太郎が大切にしていた弟は修理したぬいぐるみのような姿だったに違いない。だったらこいつをやつに返してやれば。よし、今だ。ほんの一瞬呼吸を整え、首太郎に向かって叫ぶ。首太郎、弟を返すぞ。修理したぬいぐるみを投げると、それは踏切を越えて首太郎の足元に落ちた。首太郎のぬいぐるみを拾い上げ、それをまじまじと見つめている。首太郎はそうささやき、つぶやきか、穏やかな表情でこちらに微笑んだように見えた。ああ、消えていった。そして、ぬいぐるみを抱きしめ、笑いながら消えていった。ああ、救済だ。そう、これ、こうしたかった。最初っから。やった。やったぞ。
消えるだろ、これで。今夜もなんとか生き延びることができた。また怪異倒しちゃって、ここら辺一緒だな。本当にすごいよ、ガム君は。なんか展開変わるのかな。よかった、無事だったか。全速力で大きく揺らして、まあここら辺はでもどうしようかな。多分葉月のとこまで行かないと、そうでもないんじゃないかな。そうでもないというか、じゃあ変化が起きたらこの先ちょっと続けますね。ちょっと一旦多分飛ばします。違うな。はい、ここからちょっと違うみたいですね。かぐやはね、楽しい遊び思いついちゃった。せいじくんとかおりちゃん、どっちが大事？知りたいな、知りたいな。どういう意味だろうそれ。おい、答えやがれ。ここから違いましたね。なんだよ大きい声出して、どうしたんだ。空が鳴ってる。夜空を見上げてみたが、やはり雨の降りそうな気配はない。変な天気だね。ここも一緒だな。雷が落ちるのまでは一緒か。急げ早く。はい、な、何が起きた。あ、葉月も倒れてる。火をまとった枯葉はもうここら辺も一緒だな。さっきの光景と轟く音、これなんて言うんだろう。雷鳴、違うかな。まさか落雷なのか。目の前には天の目と葉月が倒れていた。運命の選択。いや、これ出なくていいんだけど。天の目、葉月、大丈夫か。返事はなかった。だが胸はかすかに上下している。気絶しているだけらしい。ああ、じゃあ死んではないんだ。先にどちらへ駆け寄る。かぐやの楽しい遊び思いついちゃった。せいじくんとかおるくん、どっちが大事？知りたいな。ああ、そういうことか。ここでの選択は非常に重要になります。選ばれなかった相棒はこれ以上二度と同行者のことはありません。よく考えて選択しましょう。これは、うわー、究極。ごめん天の目、葉月を選ぼう。やっぱ女の子からだ。レディーファーストだ。ごめんよ天の目。
俺は葉月のそばへ駆け寄ると体を激しく揺さぶった。葉月しっかりしろ。これでさ、でも天の目死ぬわけじゃないよね。大丈夫だよ、ガム君。そんなに揺さぶらなくても聞こえてる。お前無事だったか。無事じゃないかな。足がすごく痛くて歩くの無理っぽい。そうだ、天の目くんは？ああ、分かってる。おい、天の目。ええー、ちょっと待って。天の目を何度も揺さぶってみたが、気絶したまま反応がない。クソ。ガム君、一つお願いしていいかな。なんだよ、救急車か。うんうん、そっちは自分で呼ぶつもり。あなたが行った後にね。どういう意味だよそれ。ガム君に頼みたいのは天の目君の腰に刺さってるやつ。まさか拳銃のことか。うん、病院でそんなものが見つかったら天の目君が逮捕されちゃうよ。ガム君預かってあげて。友達のあなたなら天の目君も許してくれるだろうし。わかった。ごめんね、危ないことさせて。天の目から改造銃を回収した。天の目にしか撃てないらしいが、所持がバレたら銃刀法違反だ。ここら辺は一緒だな。家に帰ったらさっそと隠そう。ふう、これで一安心。じゃあガム君行ってちょうだい。おまわりさんが来て拳銃がバレたらあなたが逮捕されちゃうし。けど天の目はどうする？安心してガム君、私がうまいこと説明するから。任せていいんだな。うん、信じてちょうだい。こう見えても女優アイドルだからね、うまいこと演じてみせるよ。またで連絡するからな。あと任せたぞ、葉月。またね、シロップ君。葉月を残し、俺は金時町から走り去った。背中でパトカーの、ここら辺一緒だな。聞きながら自宅に向かって全速力で駆け抜ける。はい、さあこっから先どうなるんだろう。やっとアパートの前へたどり着いた。緊張が解けたせいか、さすがに呼吸が乱れている。天の目葉月、あいつらのことは心配だが、葉月がうまくやってくれるはずだ。信じよう、あいつを。自宅へ戻ると天の目と葉月に電話かけてみた。え？しかし電話には出なかった。それどころではない。というか、また明日かけてみるか。ファイルが更新された。ああ、これ一緒だな。なんかすることあるのかな。前回はすぐ寝ちゃったけど。まあすることないか。調べられないし。今日は外出するつもりはない。もういいな、寝よう。え、なんかすることあるのかな。いや、もういいか。とりあえず二人助かったんで、よかったっすね。ベッドに倒れ込むとすぐに目を閉じた。横になって目を閉じると、死んだ丸橋のことを考えてしまう。付き合いは短かったが、ガッツと愛嬌のあるいい男だった。今更悔やんだところで仕方ないのは分かっている。単なる自己満足かもしれないが、俺があいつのためにできることは、この事件に落とし前をつけることだけだ。
結局この世は一睡もできなかった。はい、また出ましたね、天の目葉月編巻。はい、セーブしますかということで、まあここで一旦終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。じゃあ失礼します。さようなら。